チンコロチンコロとは、子犬などをかたどった小さな新子細工の縁起菓子のことである。新潟県十日町市の年始行事である、石器市の日に、魔よけの縁起物として市場や町中の各所で売られている。以前は、いろりで焼いて食していたが、近年は飾り物として用いられている。うるち米を粉にした新子を蒸して練り上げ、食紅で色をつけたものと合わせ、 名前の由来となっている子犬を、はじめ、小動物やその年の絵とを形作る。すべて手作りのため用意される数は少ない。乾燥するとひび割れてしまうが、ひび割れの数だけ幸せになれるとも言われている。石器市では、チンコロの他に柔らかいシンコニアンを詰めた食用の、とっとこも売られている。竹細工を売る露天の様子雪深い農寒気の、副業として、10日。 長子の諏訪町通りで、毎年1月の10日、15日、20日、25日に開催される市で、生活雑貨や民芸品が持ち込まれる。かつては、上越、中越地方の多くの農家が、わらぐつやみの、うすやきねなどのわら在庫、木工品、そして竹在庫などを作り、1月に各所で開いていたが、現在では市を行っているのは十日町のみとなっている。 近年は工業製品も多く、物々交換もないが、竹かごや富士傘そしてチンコロなど、伝統的な面影も色濃く残されている。チンコロ作りは、それぞれの農家が技法を代々受け継いできたが、その歴史は定かではない。どの家も、おおよそ明治から昭和初期まで遡ることができる。作り方の詳細は、家によって異なる。主なものチンコロの製作は、家族単位で、 細々と行われてきた。死という限られた販路で、しかも数日前に一気に作り上げなければならない、性質のものであったため、とても商売と呼べるものではなかった。代替わりをきっかけとしてチンコロ作りをやめてしまう家が現れると、地域は保存会を結成して、有志を募り、講習会を開き技能者よりチンコロ作りを引き継いだ。チンコロの政作は、農家から公民館や、 受産施設へ、その作業場を移すようになった。ありがとうございます。